あ、その値段の交渉ですか。そうです。あ、僕はしたことがないです。ハドラメをためる情報であります。でも、それも台湾の文化に頑張るので、ぜひ試してください。あ、そうなんですね。なんかその安くしていただけるようなコツみたいなのってあるんですか。他说请问一下有什么样的诀窍吗？诀窍就是可以跟老板说，可不可以多送一些葱姜？对，送一点葱啊。辣椒。对，他长那么帅，用辣椒。怎么说？刚刚讲，我们给你吃。啊，这么意思吗？啊，イケメンなのでお願いしたいです。おっしゃってますね。外見という名のこう武器を使うですね、顔をね。就是用就是外观来当武器。或是就称赞那个师奶说，就是姐姐什么的、啊，你长得很漂亮，她就会多送她一个东西。嗯嗯。店员さんのお姉さんに、日本でそれやるとなんだこの人はってなっちゃうからね。他说如果在日本这样做的话，可能觉得这是什么这样在搞什么这样。でもちょっとやってみようかな。但他说他可能会试试看。でもこれよく僕言ってるのが、これ本当の話で包丁が実は60本ぐらいあって、で使うのは2本だけなんですけど、ここもうちょっと笑うところなんですけどね。他说希望大家在这里笑一下，因为他刚才说他虽然有60支的小刀，但是他却只用2支这样。聞いちゃうかもしれないですけど、皆さん。他说接下来他讲的事情可能会让大家有点吓一跳这样。あの業務用とかも持ってるんです私は。業務用業務用的就是非常大だからこういう鍋で100人分とか200人分のスープが作れるような鍋をいくつか持ってたり、あの実際ちょっと以前僕ドラマで、あのちょっと前までドラマをやらさせていただいてて、あの天海さんのドラマで何ていうんですか、金取りって、あ、そうそう、というそれです。ちょっと前に撮影が終わりまして、最後に実はケータリングっていうものをやったんです。で僕のところがその業務用のそういう鍋とか持ってって、あの90人前ぐらい作りました、うん、なのでそういう食器とかも、食器とかツールは実なんかいっぱいあるんですよ。是他有業務用的大鍋、就是可以煮100人份的鍋子。那其实他有用这个锅子呢，在女王征讯室的大家一起吃饭的时候呢，有用这个锅子为大家做配膳这样子。大家好，どうも早見もこみちです。今日も始まっておりますけれども、明日、僕のファンミーティングもありますので、ぜひ一緒に皆さんと盛り上げていきたいなと思ってますので、ぜひぜひ足をお運びください。よろしくお願いします。谢谢。大丈夫でした？問題ないですか？ありがとうございます。